だから僕と豊島もだからその出身の地はまるっきり逆で、僕はその九州ですね。で豊島は、東北と。でもね、面白いものが生まれるっていうのはさっきちょっと話したんだけど、結局矛盾がぶつかり合って、この火花を散らして、その中から一つ出てくる、こうなんだろう、これ昔はドイツ語でアウフヘーベンって言うんだけど、一つの高いものがこう生まれてくるっていうのは結局ぶつかり合いなんだよね、ある種の。だからやっぱり僕はそういう違う、全く違う血を受けた人間同士がやって、僕はそれがその豊島にも刺激になったし、僕にも刺激になったし、それがまた、その記念館としても残ってったんだとは思うね。かえって違うからいいっていうかな。だから違うから喧嘩になっちゃう場合もあるけど、喧嘩にならないでその火花が新しいものを生み出す場合もあるということ。さっきの縄文の炎と闇のところでもちょっと喋ったけど、だから闇に負けちゃってもダメだし、炎に負けちゃってもダメだし、炎と闇がやっぱりいつもやり合ってる。この中からやっぱり何かが生まれてくるという。これは哲学なんかでみんなこう悩んでる人はみんな言うけどね、これ弁証法ってよく有名な、弁証法っていう思考回路は、今言ったこの矛盾と矛盾がぶつかり合って一つの次の違う価値を生み出すっていう、これが僕はやっぱり人間の文明の根本的な姿だと思うね。